B 軍集団司令官、ロンメル元帥と共に防御体制を視察する、オープストフェルダー・ハンスフォン・オープストフェルダーは、ドイツの軍人。最終階級は、ドイツ国防軍不評大将チューリン地方のシュタインバッハハレンベルクに生まれる。1906年に、主幹候補生として、第32不評連隊に配属される。第一次世界大戦勃発時は、注意で、 西部戦線に従軍した。終戦時までに大尉に昇進し、戦後はバイマル共和国軍に採用された。1926年2月に少佐1930年に中佐に昇進し、1933年に大佐に昇進した。ドイツ国防軍と解消された後に少将に昇進して、第三不評師団長に任命された。第二次世界大戦では、 冒頭のポーランド侵攻に第28不評師団を率いて従軍。翌年のフランス侵攻にも第6軍団を率いて従軍し、6月1日に不評大将に昇進した。その後軍団は独立スロバキア国内に移駐して第1総行集団の指揮下に入った。バルバロッサ作戦に参加し、1941年7月に騎士鉄十字章を受章。 カフカス地方まで進撃した。1943年には、ミウス川での退却船を敷き、大損害を被りながらも、赤軍の進撃を押しとどめた選考により、同年6月に白洋付き岸鉄十字章を受章した。1944年には、西部戦線のフランスに移り、指揮下の軍団の一部は、ファレーズポケットで殲滅された。困難な防御戦での選考により11月に、 原付騎士鉄十字章を受章。1945年5月4日にアメリカ軍に降伏し、指揮していた第7軍と共に捕虜となった。1947年8月に釈放されるまで、アメリカ陸軍第12軍集団との連絡証校を務めた。戦後はビースバーデンに陰性し、1976年に同地で死去した。ありがとうございます。